夢見る男子は現実主義者。夢見る現実放送部。夢見る男子の皆さん、こんにちは。佐城渡役、宮瀬直也です。はい、夢見る女子の皆さんもこんにちは。夏川愛香役、鈴本明穂です。よっこの番組はテレビアニメ夢見る男子は現実主義者の魅力を伝えていく夢のようで現実なラジオ番組の特別編。なんでだよおかしいでしょ。おかしくないだろう。先週終わる空気だったじゃん。いやよかった、今日も会えたね。悲鳴ですかそれは。これはですね、10月29日に開催されるトークショーについての情報をお伝えしていくという趣旨で特別編が組まれました。なるほどね。はい、ということでスタートしていきますけれどもね、前回で終わる感じだったじゃん。最終回で終わると思った。煽るな煽るなまだありますリスナーさんを煽るなよ、こんなところに来てくれた。いや辺境だよ、辺境。辺境の地辺境の地だよ、辺境の地に来ちゃった。よう来てくれました、ありがとうございます。はい、ということで先ほども宮瀬くんが言ってくれたように、今月末に開催のトークショーの情報について、はい、まあ、私たち2人でお届けしていきますよということで、はい、前回はね、宮瀬くんが手紙読んでくれたね。なんかあれに関してさ、はい、感想を話す機会をいただくっていうのもさ最悪だよね終わるから手紙読んだのにさ。そうだよね、だって公式での写真でだって花束持ってね、写真だって ね1回目と反転させて、そうだよ、ね、あんなもう終わりの空気というか、もう後を濁さないという。そうだよ、あれ第1回と第2回切り取って合成したらあのハートになるんで2人で。いやいやえいらんいらんいらん、両思いだそれで終わりたのにな両方グーにするよ、じゃあ私だから両方グーもあるから。あ、そっか、そなんでちょっと反抗期っぽいの。両方グーもあるから逃れられないよ。でもそう、宮瀬くんが実はその最終回が終わった後に手紙を読んだ時の原本というか、うん、あ、原本ね、あの削られる前のやつ、ね、そう、削られる前のやつを渡してくれて、はい、でそれをその場で読んでありがとうって言って、でなんか別のコンテンツなんだけど、はい、こうライブのレッスンがあって、あ、はいはい、でそこで着替えてじゃあ早速準備しようと思って歌詞カード開いたら宮瀬くんからの手紙でやばこれ歌詞カードじゃないって思って結構ちっちゃく、わって言ってしまった。いやいや失礼だろわって言ってしまった。喜べよ開いてあ、剣の方の違う違うわほっこりってって言って引いてるカバンにしまった。いや歌詞カード持ってた。歌詞カード持ってなかった。持ってなかったどんだけ僕への思いが強いんだよ。似てるんだよ折りたたむと。いやでもそこまで大切にね持ってくれて、お守りみたいにじゃあライブのレッスンにも出てくれたんだからね。違う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 、それがあるから頑張れ。ミス手違い、ダンスレッスン今から歌います。ああ宮瀬くんの手紙見よう。違うペロッ、ああ心が落ち着いた、よし行くぞだもんね。うん、シューズの下にしまった。ねえ、カバンの一番奥底に。それ、あ、びっくりした。あ、違う、外履きの下に敷いたんじゃないよ。ちょっとスタジオの脱いだ靴の下に敷いとこうみたいな。最低だあれ、一枚しかないのに。汚れないように。本当だよ。ひどい。でも大切にしてます。本当ですか？うん。本当にですか？どこにあります今家の？あのね、腰の腰捨てる用の段ボールの隣のなんかカバンの中身を一時的に避難しておく用の段ボールの中にある。それは普通にそのままゴミに出される。出さない出さない、間違って出されます、ね、歌詞カードとかもそこに入ってるから。あ、そうなんだ。しかもでも一時的に保管する場所なんだね。ファンレターとか特別な場所じゃなく、俺の手紙は一時的に段ボールの中にすって。そう、歌詞カードももうファンレターのバインダーそろそろ新しいの開けようかなって思ってた。おお、そっちに入れようかな。ファンレターじゃないです。ファンレターじゃないですけど。どこにしまえばいいの。額縁送るよじゃあ。毎日見るとこトイレに元素記号表みたいにね、そう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 貼って貼って家族共有でこう
感慨深くなってください。ねえ、私絶対貼らない絶対貼らないです。大事にしてよ。の底にずっと入れときます、うん、もし燃えたり濡れたりしてなくなってしまった場合は、うん、データで送るので。あ、そういう、ね、はい、手厚いサポートもあるんだね。はい、あります。ミヤセケア、ミヤップルケア。ミヤップル言っちゃってるわこれギリ平気、ギリ母音で出ちゃってるわ。ギリ言い踏んでるだけ。あ、オッケーオッケーです、ね、大丈夫です。お関わりします。いらないんだよ、そんな大事じゃないんだねそんなことはないけどということで、はい、そろそろ始めていきましょう、うん、夢見る男子は現実主義者、夢見る現実放送部特別編スタートです。テレビアニメ夢見る男子は現実主義者、夢見る現実放送部。さあ早速ですが、ここからは募集していたテーマ、アニメラジオで印象に残ったシーン宛てに届いた夢見るリスナーさんからのメールを紹介していきましょう。やったやったやった。どんな印象が残っているのかアニメのみならずラジオも含まれていますね。ラジオが含まれてるの超恐怖だよね。怖いではある。怖いね。ではいきます、はいはい、ラジオネーム夢を見すぎた現役高校生の村人 A さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。宮下さん、相撲さん、こんにちは。こんにちは。初投稿です。おめでとうございます。うわ、特別編でありがとうございます。初投稿が感想なのね。嬉しいわ。夢見る男子は現実主義者の最終回が終わり、はいはいはい、夢見る男子ロスに陥らないようにラジオを寝る前にかけたり、うん、アベマで前話無料配信がされてたので何週も見返したり、うんうん、原作を買って読んだりと毎日が夢見る男子は現実者デーでした。そんな全てを知り尽くした気がする僕が選ぶアニメのベストシーンは、はい、アニメのベストシーンだ。よかったよかった。はいはいはい。第4話の、うん、佐城と夏川が下駄箱で髪の色を決めるシーンです。あ、これはもう特番でもあげましたね、うん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 、で理由は夏川に対して佐城がじゃあ俺は茶髪と黒髪どっちが良さげとダイレクトに聞いた質問に対して、うん、どっちでもいいかも、でもあんたが茶髪だったら、うん、あの時声かけてなかったかもと照れながら言う夏川から高校生でしか味わえないであろう青春がとても感じられたからです、うんうんうん、もう告白ですよね、告白ですよねということで高校生でしか味わえないであろう青春が感じられたっていうこの人、うん、高校生なんだよね確かに確かに確かに、まあでもリアルな感想ということでありがとうございます。それこそさっきも言ったけど、うんうん、アベマの特番でさ、はいはいはい、そうね、選んだシーンにもありましたよね。そのシーンだね。めちゃくちゃもうだってね、始まりを感じさせるシーンだからね、二人のだね、中学で。いやでもちょっと思ったのがさ、夏川呼び初じゃない。愛か、愛かってさ、結構皆さんお便りの中でも確かに言ってくださるけど、渡るとかサジョッチって聞いたけど、サジョと夏川って感じ。サジョとやっぱ高校生だとそこら辺がやっぱこうなのかな。あ、いやでも難しいんじゃない、まだ名前で呼ぶっていうのはほら恥ずかしいじゃん。わかる、特に高校生の時とかね。てかもう多分僕たちはその役者になるにあたって名前で呼ぶっていう機会があったから、そうだね、舞台とかそうじゃん、けど、うんうん、進行深めましょうみたいな、うんうんうん、のせいで慣れてんだよだね。あきほ、あ、大丈夫です、はい、宮瀬くん固くなりさ、うん、宮瀬くんだね。宮瀬、宮瀬の方がいい、うん、くんの方がいいかもしれない。あ、じゃあ宮瀬くん。でもなんかグモーニーあきちゃんですっていうラインのスタンプがあって、うん、それを朝起きた時にグモーニーあきちゃんですって送られてきて、うん、グモーニーなおくんですって返すんですけど、うん、それに対して初めて一回だけなおくんって、あー言ったね、グモーニーなおくんって言われて、なおくん、なおくん呼びエモいっていうラインのやり取りしてしたね、懐かしい。以上ですちょっといや長くなると思って、あ、長くなる、確かにね、その後の展開も含めて、確かに確かに、ラジオとかアニメの話を、うん、続いて、はい、ペンネームメロンさんからです。ありがとうございます。宮瀬さん、鈴本さん、こんにちは。こんにちは。アニメで印象に残っているのは第11話で渡ると愛香さんが出会ったシーンです。距離を近づけすぎた言い訳に、あ、あっつーとつぶやく愛香さんがめちゃくちゃ可愛くてこれ渡る耐えられるのかなと思わず腕を組みつつ前のめりになりながら視聴していました。愛香さんの魅力の一つが天然だと思っているのですが、うん、それにやられてダメージを受ける渡るも好きなのですごく印象に残っていま
ますとのことです。ありがとうございます。いいね、いいね、可愛かったよね。あ、あつおい、なんなの愛花って本当に、ね、愛花って子はてか、なんでここまで順調にアニメの感想ですね、はい、うん、よかった、よかったよかった。これで終わるかもね、うん、アニメの感想だけで終わるかもしれない。ラジオの感想なんてないよね、ないかもしれない。よかったよかった、皆さんね、皆さんね、皆さんね、こうやってね、アニメのアニメの感想を送っていただいて、まあ、これアニメのねラジオですから、ね、ですですです、正しい姿ではあります。正しい正しい、ということで次、はいはいはい、可愛かったな、可愛かった、天然、あなたにも通ずるところがあるね。ないよ、愛花ちゃんは。ないよ、まるで愛花みたいだ。続いてカットカット続いて、ラジオネームはるーさんからいただきました。はい、ありがとうございます。宮瀬さん、すまさん、こんにちは。こんにちは。このラジオでラジオの感想だ。はいはい、このラジオで印象に残っているシーンは、まあ、まだまだまだ引き返せる。いい、第5回の片思い経験者のコーナーで、はい、石原さんに君は過去の人と一刀両断されたシーンです今まではただの片思いの思い出でしたが、石原さんがバッサリと切ってくれたおかげで、はいはいはい、ネタエピソードへと進化することができました。自分の失恋話ではありますが、夢見るラジオの中でも一番爆笑していましたありがとうございます。あれよかったな君はもう過去の人なんだよって。石原さんマジ鋭いよな、うん、意味がわからん。なんかでも近くにいてくれたらめちゃくちゃ嬉しい人だよね。相談しやすいというか、相談してあんなに、うんうん、ね、バッサリ切ってくれたら、ね、次に進めるもんな。ね、いや、よかったな。そのシーンは私もめちゃくちゃ好きでしかも石原さんはゲラゲラ笑いながらすごいこと言うからさね、悪気はないんだろうね。そう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 、なんかもう至って真剣なんだよね。こう真っ直ぐな目で、でも君はもう過去の人だからって言うし、うん、なんだっけ、うん、どっかでもなんかバッサリ言ってあれか、なんかなんでこれで喜ぶと思ったんだろうね。そうそうそう、思ってたらねってめっちゃ笑顔でね、告白のねコーナーでの、いや、よかったな。確かに名シーンかもしれない。よかったよかった、まだまだ全然な感想でしたね。そうだね、まだあるんだ。アニメとかもあるかな。はい、こちらはペンネームシャフナーさんからです。ありがとうございます。なんか今もうラジオネームでね、ラジオネームでちょっと構えたね今。構えた宮瀬さん、瀬本さん、こんにちは。こんにちは。あ、でもまた宮瀬くん不在会だ。お、私がラジオで印象に残ったシーンは第10回の佐伯織さんがゲストの会にて陰キャについて語るシーンです。とても生々しい陰キャの生態というか、世間一般で言われている陰キャの浅いイメージではなく、リアルな陰キャの話を聞かされて、まるで自分の話をされているかのようで、少し聞くのが苦しかったです残念ながら宮瀬さんが体調不良でお休みだったため、宮瀬さんの陰キャエピソードが聞けなかったことが心残りです。はいはいはい、はい、あとです、まあ、陰キャエピソード陰キャエピソードでもなんだかんだちゃんと世に馴染める陰だからね。そうだよ、うまく擬態できるようになってるよ最近は。そうそうそう、うん、学生時代もなんだかんだでしょ。いや、学生時代はそんな無理無理、うん、本当マジで無理。でもなんか社会に出るようになって、あ、陰のままじゃやばいと思って、いやー偉い、もみ消されると思って、自分を変えることにね、うん、そう、しかもお仕事でね、愛対する人ってやっぱ陰だけじゃないからさ、うんうんうん、あ、このテンションに合わせなければっていう瞬間があるから、偉い、社会のねいい歯車ですわ。歯車ですわ、やめてもらっていいか。なんで、なんかすっげえ嫌だ。なんでお前は社会の歯車だ。いやいや、褒めてる褒めてる、こう主張するなってこといや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 、なんかちゃんと君みたいな人がいるから、ちゃんと世間が回っているというか。あ、いやいやいや、潤滑剤として、うんうん、確かに陰と陽のね、ね、間をちゃんと繋いでくれる人、陰陽師なのかもしれない。あ、そういうね、繋いでくれるあの世界とこの世界をみたいなね繋いでます僕。お、まだ来た、まだある、やった、いっぱいありがとうございますあ、よかった、危ない、危ない、 いや、これもラジオネームで構えたんですけど、あ、はい、ラジオネーム新米お兄さんがいただきました。あ、はいはいはい、ありがとうございます。宮瀬くん、すもさん、こんにちは。こんにちは。私がラジオで印象に残っているシーンは、はい、前回の宮瀬くんの手紙のシーンですよよその前にディズニーの誘い方が下手すぎる問題が露呈してからのこの展開、はいはいはい、宮瀬くんが鈴本さんに対する信頼とそこまでに至る過程が伝わってきて、とても素晴らしい手紙だったと思います、はい、その感情を大事にして、この先お二人でいい作品を作り上げた時が来たら一ファンとして嬉しいです、応援しています、うんうん、とのことで、ありがとうございます。おー、なるほどね、
なになになに、どういうテンションなの？おお、なるほどね。これ俺が語るには重いよね。だって全部俺のことなんだもん。いやいやいや、いいじゃない。ディズニーの誘い方が下手すぎる問題は、はい、別にそんな下手じゃないよね。普通にディズニー行こうっつって、うん、でだって告白されたら困るでしょ。散々こう一緒にね行って、わあ楽しい楽しいっつって昼間なんかね、はいはいはい、一緒にチキン食べて。夜、うん、まあ、花火が打ち上がります、はいはいはい、まあ、風が強かったら打ち上がらないけど、おさすが詳しい、打ち上がります、はいはいはい、そこでだよ、はい、秋穂、うん、言いたいことがあるんだ、うん、僕とってなったら、うん、エコーてエコーかけられとるやんけなったら、うん、やべえやっぱ告白かってなの、来なきゃよかった。ちょっと待って待って待って、こんな特別な場所でお城の前で私告白されてどうやって断ればいいの。なんで城の前にいいの。いるだ、なんかまずまずだから前回も言ったけど、はい、私は本当によっぽど仲が良くなきゃ無理です。本当によっぽど、あと伊勢と夢の国に行ったことがないからより無理かも、より無理かも、うん、の前に一個問題発言があって、はい、よっぽど仲が良くないと無理ですって。うん、そんな仲良くなかったんだね。違う、俺らって。そっか、せーありがとう。違う違う違う、もう今日いいや。やる気なくなっちゃった。いや、宮瀬くんのことはちゃんと信頼してますよ。信頼、信頼と仲いいは違うから。まあ、それはそうです。はい、続いてはペンネームデクラークさんからです。わー、ありがとうございます。宮瀬くん、鈴本さん、こんにちは。こんにちは。夢見るラジオの配信を毎週楽しみに聞いておりました。特別回というボーナスステージの配信が決まってとても嬉しいです。素敵な片思いエピソードも突き抜けた黒歴史も持っていない自分にとって勝負する場所は愛か好きだ付き合ってくれるコーナーしかありませんでした。そうね、どうすれば気持ち悪い仕上がりの文章になるか、どうすれば配信に乗るギリギリをつけるか、どうやって突拍子もないことを挟もうか。夢見るラジオの配信期間は来る日も来る日も理想的な気持ち悪いのために頭を悩ます日々でした。でも宮瀬くんが初回でぶっ放した口内細菌をついぞ超えることはできませんでした。そんなことない。私の中で宮瀬くんの印象は口内細菌です。初回のハードルを超えることができず、おいおい、無念な気持ちもありますが、やはり宮瀬くんこそが当たるなのかもしれません。それはまずいな。頑張れ宮瀬くん、お前がナンバーワンだ。またどこかでお二人の声が聞けることを楽しみにしております。ありがとうございます。ありがとうございます。デクラークさんだって俺フォローされたもん、最終回終わった後。すごい、じゃあもう尊敬を込めたフォローだったんだね。そう、今までデクラークで検索して、うん、アカウント出てこねえなーって思ってたんですけど、はい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 、なんかフォローされたからこうプロフィール飛んだら、うん、プロフィール欄にデクラークって書いてあって、あ、デクラークさんやーっつって。なるほどね、伏せてるんだね。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、ナンバーワンになった気持ち。この流れで宮瀬くんこそが渡るなのかもしれませんわ。ちょっとよくわからない。ちょっとこれはちょっと作品にね悪影響があるので、口内細菌から渡るをつなげられると。確かに渡るは口内細菌までは行ってないからね。そうだ、てか口内、宮瀬くんこそが口内細菌です、うん、ってことは、うんうん、まあ歯磨きで除菌されるってことだよね。そうだね、除菌できる存在ですね。はい、ということで何どうですかって言ってた。どうですか、うん、ナンバーワンになった感想は。あ、デクラークさんのナンバーワンになった感想は、はい、まあ僕はやぶさかでもないので、あの、ね、いろいろ詳細送っていただければ、はい、あのあれ持っていきます。何でしたっけ、あの結婚するときに持っていくやつ。え、婚姻届じゃない、なんかあるじゃないですか、その家の家宝を持っていくみたいな。え、そんな由緒正しいご結婚を知らないかもしれない。 それをあのデクラークさんのお宅に持って私は伺いますので。あ、なるほど。 あれか、お着物持っていくみたいなやつ。お着物ん、あ、着物みたいな。あ、そう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 、はいはい、だそれがあれよ、その家で一番こうね。なるほどね、そういうね。そう、それやりますので、あのお二人がぜひご結婚考えていただければと。なんでさ、ね、特別編でリスナーさんに求婚してんの。いや、今振られたから。あ、なるほどね。鈴本は今日という存在に、ね、あ、そっかそっか、もう次へ行こうというね、はい、なるほど。信頼してるけど別に仲がいいとは思ってないから、うん、ディズニーには行けないって言われたから、うん、うん、うん。あ
ありがとうございます。はい、次いきますよ。はい、はい、皆さんメールありがとうございました。本当にたくさんでしたね。ありがとうございます。はい、ということで、ではここからは10月29日日曜日に浜松駅前の煙鉄ホールにて開催される光悦高校文化祭トークショー in 浜松のお話をしていきましょう。よ、はい、こちらの出演は佐城渡る役宮瀬直也君、はい、夏川愛香役の私鈴本明穂、そして夢見る男子は現実主義者の監督古賀和臣さんの3人です。はい、ということで監督もいるからね、はい、はしゃぎすぎちゃダメだよ。あ、僕はあの別に監督の前でもはしゃげます監督は僕のことを知っているので。無理かもしれない。どんだけ肝ムーブをしても監督は面白がってくれる。なんならツッコミを入れてくれます。あ、じゃあ、あ、じゃあ私はもうね、ニコニコして座っているだけでいやいや、でも私のツッコミをだって監督が担ってくれるんなら違うよ。え、多分一緒に乗ってくれつつ突っ込んでくれるから、うんうんうん、結局敵は2人なんだよ。あ、古賀監督もじゃあ暴れる可能性があるってこと？ないないないけどね。あ、なるほどね、はい、監督はやっぱバランサーなので。バランサー、いや、ありがたいですね、はい、しかもね文化祭ということで ね高校らしいね。高校らしいわ、ね、なかったよそんな青春は僕には。私はこの前取り戻してきたよ、うん、妹の学校の、うん、高校の文化祭に行って、行ってきたと。ね、やばいよ高校の文化祭マジで怖い怖い、目が変わってんだよねマジでね、なんかね行ってそうはない。あ、本当に、うん、それはでも俺が行って行ってそうはないって言ってたらあの後日逮捕状が届くからあんまり言えないんですけど。いや、でもそう、なんかびっくりしちゃった。なんか私のとこはさ、はい、制服か体育着でクラスの出し物やって、うん、なんか的当てとかさ、はいはい、焼きそばとかそんな感じだったんだけど、結構もうがっつり文化祭用の着こなしみたいなのがあって。着こなし、そんなの、みんながハロウィンみたいな、猫耳つけてたり尻尾つけてたりしてちょっと目が怖いんだよね目は合わせられないんだよねお姉ちゃんにはまだちょっと刺激が強いかも。お姉ちゃんそこ通過してないからそう、ね、お姉ちゃんにはまだちょっと知らない世界かもって思う。本物の JK が猫耳と尻尾つけてるっていう現状ね。なんかやばいね、なんかあれは間違いなく祭りうん、あ脳内も祭りだし、 そうあれは間違いなく日本が誇るべき祭りだと思った。さっき実は写真見せてもらって。そう、見せてね。あの妹の顔はもう知ったので。え、怖い怖い怖い、その言い方が一番怖い妹の顔をもう見た中なので。あ、はいはいはい、あの12話の、はい、お兄ちゃんになっていいんですか。あ、いや、こちらでは、あ、こちらでは大丈夫ですか。うん、大丈夫です。現実甘くないですね。現実甘くないです、はい、ということで、まあ、でもその文化祭でやっていきたいことを募集しましたので、はい、じゃあ読んでいきましょうか。読んでいきましょうか。どこまで、今どこですか台本今どこですか台本。3ページの真ん中です。3ページの真ん中。おや、ここで読むんですかメール。いきます。もうわかんないよラジオネームオベリさんからいただきました。はい、ありがとうございます。皆さん、スモさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。イベントでは古賀監督から見たお二人の印象やお仕事の様子をお聞きしてみたいです、うん、はあ。ラジオや特番ではお二人のはっちゃけた面や素敵な個性についてお聞きした印象が多かったので、古賀監督から見た役者宮瀬直也、役者鈴本明穂についてお話をお聞きしてみたいですということで、はいはいはい、これは別に何も面白くないと思うぜ。ちょっと待ってなんでそういうこと言うのただの真面目な二人じゃない、役者ってなると。まあそっか、まあでもそういうさ、逆に皆さんからしたらさ、はい、ラジオでさ、なんかふざけたガブガブ噛みつき合ってる私たちしか知らないわけだから。あ、歯型がいっぱいついてる。あ、傷だらけだよ。そう、仕事場ではこんな感じじゃない宮瀬くんもね、もちろん見られるのでなわけないのでね。なわけない、いや、こんな感じなわけない、いや割とそんな感じではあったんですけど、はい、まあ、でもね、うん、あの、うん、本番中にそういうことをする方ではないのでね、確かにもちろんなんかそういうね面は確かに皆さん知らないから知ってみたいんじゃないかな。じゃあ監督ぜひあの役者宮瀬直也と役者鈴本明穂について。いや、でも緊張しちゃうね。語っていただけたらと思いますけれども。ありがとうございますはい、恥ずかしいな。続いてペンネームシャフナーさんからです。ありがとうございます。宮瀬さん、鈴本さん、こんにちは。こんにちは。自分がイベントでやってみてほしいことは朗読劇です。
はあ、実際にやっていただくとしたら台本だったりを用意する必要があると思うので、うん、実現は難しいかなと思いますが、渡るとエイカの演技を実際に見ることができたらとても嬉しいです。なるほどね、これですわ。書き下ろしショートストーリーね、やりますか、ね、いやだってアニメのイベントといえば生アフレコじゃない。そうなの。え、あんま知らないんですけど僕は。本当なんかイメージがめちゃくちゃあるかも、はい、あーでもそっか、うん、朗読してるイメージあるわね。えーまずいな、いどんだけ噛むかっていうの今心配してる。大丈夫だよ佐々木さん、一ノ瀬さん、一ノ瀬さんはあのカットで、一ノ瀬さん言えないんで、土壇場ではマジで言えないんで一ノ瀬さん。でも緊張しちゃうとね、よりね、何度リテイクしたかそうよ、緊張してたら口なんて回らないんですから、でもいいね、なんか2人だけで撮ったのって実は最終回だけかなだと思うから、2人きりは ね、それがまたできるとしたら面白いものになりそう。でそれをやった後に、テストをやった後に監督からのディレクションを受けて、生アフレコだ本当に。もう一回やるそれ楽しそうだ。3ページのここの、はい、ね読めって話だよね。そこまで怒らなくていいかな。待て待て、3ページの何の話してるの。違うあの監督の真似をしてた今。あーびっくりした、何言ってんの。そういう風にイベント中に確かにディレクションしてくれたら面白いかも。びっくりした、3ページのここ読めって言われたの、うん、そういえばここ読んでないのとごめん、そう読まなくていいですか、後で読んだ方がいい、後で読みますね、うん。ラジオネーム、はい、水日さんからいただきました。 ありがとうございます。宮瀬くん、あきちゃん、こんにちは。こんにちは。なおちゃんって呼んでくれてもいいよ。自分があのさ、お便りをいただいててさ、はい、宮瀬くん、あきちゃんの頻度が高くて、宮瀬くん、あきちゃん、へーと思うんです。自分が浜松のトークイベントでやってほしいことは、あきちゃんから宮瀬くん宛に送る感謝の手紙の朗読です。あー大丈夫、え、なんで、うん、そんなものもらったら額縁に入れちゃうやめてください。前回の夢見るラジオでの宮瀬くんからあきちゃんの手紙朗読が個人的にとても良かったので、この作品を通して一番近くで共演した宮瀬くんの思いを綴ったあきちゃんの手紙を聞いてみたいですぜひともご検討くださいということで、ありがとうございます。額縁に飾られちゃうかな。でもさ、手紙を大切にされるのは別に悪いことじゃなくない？まあ確かに俺にされるのが嫌なだけであって、うん、まあそれはそうなんだけど、なんか読んだ後に爆発する手紙にしようかななお、この手紙は読んだ後爆発しますボーンポッシブルやななるほどね。でもそっか、確かに私も伝えたいとは思ってたから。はい、大丈夫です。え、なんで受け止めきれる気がしない。なんで泣いちゃうかもしれない、ギホちゃんどういうさ、情緒してるの何何、純粋にね、手紙なんて読まれた日には純粋にやっぱり、キュンシュン。そっか、宮瀬くんなんかあんまりなんて言うんだろう、動物番組とか見ても泣かないタイプだと思ってたから、そういうので泣いちゃうんだね心がないって言われてる動物番組で泣かないってことは泣くよ全然。じゃあ、はい、お便り以上ということで。以上じゃないらしい。え、何そんな嫌なお便り来ちゃった今。あーそっかそっか、じゃあカットになるかもうわ、どんなお便りだ。よし、はい、ペンネームジョーミノさんからです。ありがとうございます。来たって言ったよ。じゃあ期待できますね。そりゃもちろん愛花好きだ、付き合ってくれですよ。現地で鈴本さんに罵倒していただけるのを楽しみにしていますね。コーナー1個無事決定。え、もう1個渡された。おはい、ペンネーム新米お兄さんからです。ありがとうございます。宮瀬くん、鈴本さん、こんにちは。こんにちは。私がイベントで行ってほしいことですが、はい、生愛花好きだ付き合ってくれです普段は音声だけですが、これをステージでやることで宮瀬くんのキモさと、あーそこもね、鈴本さんの告白拒絶ビンタに臨場感が、ビンタビンタされなきゃいけないの完璧なものになるのではないかと考えていますまあ僕はビンタいいですけど、されたいですけど。あー大丈夫です。はい、まあもう一つ、うん、すごい怒涛の、はい、ペンネームマーさんからです。ありがとうございます。イベントでやってほしいことですが、マジのガチで真剣な愛花好きだ付き合ってくれをやってほしいです。
渡ると愛香の暮らす聖地にて、まるで本当に作中から出てきたかのような大真面目な告白を、渡るから聞きたい、生で愛香の反応が見たい、ファンの夢を叶えてください、お願いします。まあ叶えますか、じゃあ、その夢叶います。別のラジオのそれ叶います。変な予言しないの。ということで、じゃあ皆さん、あのぜひぜひイベントに向けてのお便りですかね、じゃあ募集しますということで、すいません、じゃあ分かった、イベントもしその送ってくれた方がいらっしゃってくれてたら、うん、まあ、抽選になっちゃうかもしれないのであれなんですけど、うんうん、じゃあ何々さん手挙げてっつって、いや当たり前だよ、起立して舞台ぐらいまで来てもらってもいいよ本当起立させて代わりに僕が呼んで、罵倒はその人にってことで、うわー、そうしましょう、それはめちゃくちゃ嬉しいかも。ということで、ちょっと待って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 、でも誰ですか今回、その概ねの流れを決める方は。あ、確かに、どなた、イベントの、あ一緒に一緒に、お、作家さんとね、あの、うん、決定権はもうここに全て集約してるので、うん、ここで言えばそうなる。もう作家さんは無理だよ。え、もうこっち側だよ、作家さんはもうこっち側だよ、付き合ってくれ今日だからさそう狂ってるの付き合ってくれ今日だから狂ってるの今日、ね、だってさ、言ってしまえば今回もお便り募集してたじゃん、はい、私もう作家さんが制作に金払ってまでさ、このコーナー入れさせてんじゃないかって思ったもん。なるほどね、うん、僕のポケットマネーでいいんで入れさせてくださいこれで好きだ付き合ってくれよ今回もって。そっか、でもそうだよね、だっておまけコーナーになってしまったっていうことはやっぱり金を払わないと入れさせてもらわなかったってことだから、自利品ですよ。自利品ですか。まあだから一人孤軍奮闘していただいて、イベント当日は、はい、はい、ということでですね、たくさんのお便りありがとうございました。そしてで、どこ3ページの真ん中どこ、ここ、はい、今回のトークショーについてお話します、はいはいはい、配信日現在専用応募サイトにて、観覧応募受付中です。応募受付は10月11日水曜日23時59分までとなっています、うん、詳しい応募方法などは夢見る男子は現実主義者の公式 SNS やアニメ公式ホームページなどをご確認ください。うん、ということで、うん、このトークショーではアニメについてのお話を古賀監督を交えてたっぷりお話ししていきますので、うんうんうん、盛り上がること間違いなしです。ぜひ遊びに来てくださいね。テレビアニメ夢見る男子は現実主義者、夢見る現実放送部。夢見る男子は現実主義者、インフォメーション。ここからは夢見る男子は現実主義者の情報についてお知らせしていきます、はい、お願いします。なんでそんな屈託のない目でこっち見てたの今。楽しそうでいいなって思って。いや君と一緒だからだよ。ということで、まずは怖かった目が、テレビアニメ夢見る男子は現実主義者は、アベマにて全12話が見放題独占配信中です、はい、本編を見逃しの方はもちろん、イベントに向けての復習にもぜひご利用ください。そしてアニメ第1話から第4話を収録したブルーレイ第1巻が11月22日に発売となります。イエーイ。第1巻では私宮瀬直也と鈴本明穂さん、そして、芦田圭役の花森ゆめりさんの3人で収録したコメンタリーもお届けしています、うん、ぜひお手に取ってください。はい、続いて楽曲情報です。石原香里さんが歌うオープニング主題歌パラグライダー、そして夏川愛香、CV 鈴本明穂が歌うエンディング主題歌夢は短し恋せよ乙女が発売中です。どちらもぜひチェックしてくださいね。続いてイベント情報です。やった。10月29日日曜日に浜松駅前の煙鉄ホールにてキャスト出演によるトークイベントが開催されます。出演は佐助渡役の宮瀬直也、夏川愛香役の鈴本明穂さん、アニメ監督の古賀和臣さんです、うん、放送を終えた今だから話せる裏話トークも盛りだくさんでお届け告白コーナーもきっとある、はい、さらにイベントにご来場いただいた方限定のノベルティも配布予定です、イベントの観覧は現在特設サイトにて抽選応募が受付中、はいはい、締め切りは10月11日水曜日までとなっておりますのでお忘れなくご応募ください。
はい、さらにさらに本イベントに合わせて様々なキャンペーンが開催されます。まずはこちら、私鈴本明穂演じる夏川愛佳によるアニメモデル地のガイドボイスの制作が決定しました。ねえ嬉しい。アニメのモデル地となった場所に設置された QR コードを読み込むと愛佳によるガイドボイスが聞けちゃいます。こちらの音声はイベント開催の前日10月28日土曜日から2024年3月末までお楽しみいただける予定です。トークイベントにご参加される方はもちろんですが、浜松に訪れた際にはぜひ愛佳に案内されながらモデル地を巡ってみてください。渡るはさらに本イベント会場の開花にあるハンズ浜松店で実施中のポップアップショップでは、イベントが開催される週末限定でキャンペーンの実施が決定しました。やった声が裏返ってた、ね、声がくるんってしたね。イベント前日の10月28日から当日29日の2日間ポップアップショップをご利用いただくと貴重な限定アイテムがもらえるチャンスです、はい、詳細は後日発表しますのでお楽しみに。楽しみ。イベントにお越しの際はぜひポップアップショップにも足を運んでみてくださいね。はい、ここまでご紹介したイベントやキャンペーンの詳細についてはアニメ公式サイトや各ショップのニュースなどをご覧ください。浜松市では電車バス事業を運営している遠州鉄道さんとのコラボも引き続き開催中です、うん、遠鉄電車バス車内で渡る愛佳 K のオリジナルアナウンスが聞けるのは10月末までとなっております、はい、遠州鉄道サイト内にコラボ特設ページがありますので詳細は特設ページをチェックしてくださいね。はい、ということで楽しみだね。イベントに合わせてめちゃくちゃいろんなのがあるね。なんか渡るの QR コードは渡るの QR コードは渡るの QR コードはどうなんでしょうね。とりあえずはね、はい、愛佳ちゃんが案内してくれるということで、ね、そうです ね, ねえ、でも私も収録がこれからなのでめちゃくちゃ楽しみなんです。まだなんだ。話聞いてたのじゃ。そう、お話はもうお伺いしてて、今ここで知りましたよそんなの聞いてない。あるあるですね、業界あるある。目覚まし時計も渡るないし。おお、そういえばそうなの。いらねえか。どう起こしてくれるの。起こしてくれる。どうやって起こすんだろうね。うん、まあでも耳元でフライパン叩きたいからそれさ、ガーガーガー、渡るの声しないってこと。あ、そう、なんかかすかに音割れの中から何か言ってるなみたいな。ガー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 みたいな。どうなったらいいな。あ、じゃあ実現したらいいですね。これさ、台本にはイベント周りについてって書いてあるのに、うんうん、イベント周りについて何も語ってない。確かに。まあ、でもぜひイベントにね行った際にはね、そうや、これらのね、うん、ショップのキャンペーンだったりガイドボイスだったりね、まあ、もちろんね、渡るはね、バスとか電車でのアナウンスもありますからね。愛佳もある。愛佳もありますし、ね、けいちゃんもいますので、ぜひねそちらも聞いてください。いい、お願いします。はい、そしてイベントに向けて浜松が盛り上がっていますが、それ以外でもコラボなどが引き続き開催中です、うん、大阪のアニメカフェ&バー Q ランプにてコラボカフェが開催中。愛佳たちヒロイン6人のキャラクターをイメージしたドリンクやアニメ6話に登場したマンゴーパフェが楽しめます。さらにここでしか手に入らない書き起こしミニキャラを使用したノベルティや限定グッズの販売も予定しています。続報は Q ランプ公式 X にてご確認ください。続いてグッズ情報です。グッドスマイルカンパニーから発売される夏川愛佳のデフォルメフィギュア粘ドロイドが現在予約受付中です。交換用表情パーツには微笑んだ口元がキュートなすまし顔のほか、クッとした頬がポイントの怒り顔、困り眉が愛らしい照れ顔の3種類を用意。愛佳の可愛さをギュギュッと詰め込みましたので、ぜひお手元にお迎えください、うん、グッスマオンラインショップにてご予約いただくと特典として作品ロゴ入りの特製丸台座がついてきます。詳細はグッドスマイルカンパニー公式サイトからチェックしてみてください。チェック、はい、お願いします、yeah. はい、そしてマグネットガチャにて夢見る男子は現実主義者のオンラインくじが発売中。パジャマ姿の愛佳、キー、ミナ、フーカの書き下ろしグッズがラインナップされています。購入者の中から抽選で夏川愛佳、CV 鈴本明穂のボイス入り目覚まし時計のプレゼント試作も実施中です。販売期間は10月3日の午前11時59分までとなっています。詳細はマグネットガチャのサイトから確認してください。さらに、うん、アベマ公式オンラインストアアベマート内の夢見る男子は現実主義者特設ショップにて、うん、
アベマオリジナル書き下ろしイラストを使用したグッズの先行受注販売を実施中初出し情報のテンションじゃないネグリジェ姿のアイカやアクリルスタンドやタペストリーになって登場しますよ、うん、詳細はアベマートの特設ショップをチェックしてみてください。はい、そして私鈴本と宮瀬くんがアニメのモデル地となった浜松で行ったロケ番組浜松現実二人旅全12回が現在 YouTube にて公開されています。この番組を見ながら皆さんも浜松の魅力を見つけてみてください。そしてイベントに来る方は浜松巡りの予定もこちらで立ててみてくださいね。最後に原作情報です。夢見る男子は現実主義者原作小説は現在第8巻まで発売中、うん、コミックも第4巻まで発売中です。アニメと合わせてお楽しみください。以上夢見る男子は現実主義者インフォメーションでした。お送りしてきました夢見る男子は現実主義者夢見る現実放送部特別編、はい、そろそろ終了のお時間です。はい、そしてなんと、はいはいはい、特別編でも、うん、おまけコーナーがありますそんなに明るかったっけ君イエーイそんなに明るかったかな無理してます温泉プレミアムサポーターの皆さん限定にお届けする放課後トークでは、はいはいはい、僕らが放課後の教室で黙っている感じでゆったり雑談しています、はい、この放課後トークもラストとなるのでよかったらそちらもぜひ聞いてくださいね。はい、ということで今回は夢見る現実放送部特別編の放送でした、うん、イベントに向けてっていうさ何書いてある、建前何建前だったけど、うん、何決まったことはあのコーナーがやる行われるというか行われそうなことだけじゃない。いや、それ以外はもうなんか朗読もありましたよ、まあね、まともな意見としては確かに。でもそれはさまだ実現するかわからないじゃん。確かにね、ここでさ今 OK を出されちゃったのはさあのコーナーだけ。まあそれを朗読と取れる可能性もあるよね朗読じゃない、朗読アイカ付き合ってくれのコーナーでアイカが振ります。で僕はまあ一応なんかギリギリ渡るとして合格してるので、うん、ああそうだったんだ。あの視聴者さんも背負いつつなんで半々なんですけど、中間ぐらいのね、はい、とこでいてくれたんだ。これは朗読とも言える、言えません。だからこれを言えません。すごい速度でシャン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 ってキャッチボールすればそれはもう朗読です、うん、なのであのいやそんな付き合ってくれるコーナー、だ監督がどう絡んでくるからね。あ確かにね、そこをどう絡めるかというのもありますが、うんうんうん、まあ基本的にはありの方向で、うんって今ありの方向でということで、なんかもうダメだダメだダメだ、楽しみだね。楽しみではある。本当に、いやでも浜松行って食べたいものもいっぱいあるし。何食べたい？浜松餃子と、はい、浜松餃子と浜松餃子と、あとさっき聞いたおでんとおでん、うなぎも食べたい。うなぎ、あとは何だろう、あのチーズケーキももう一回食べたい。あ、チーズケーキ森のね、うん、もうそこら辺かな、ぬくもりの森、うん、爽やかは、あーって行きたい。耳壊れた今うわ、爽やか行きたい、爽やか行きたい、うん、行けますかね、並ぶ時間がさうんだってだってあれ3時間ぐらい並ぶんでしょ。そんな並ぶの無理だよ。回転ダッシュや、回転ダッシュするし、オッケー、回転ダッシュオッケー、回転ダッシュ回転ダッシュ許可されてるの、許可。もうじゃあ私たち イベントの前に行きますか。じゃあもしかして行けたとしたらイベントで行けたって言おう。オッケー、うん、行けたって言うし、もしかしたらイベントの開始時間に間に合わない可能性もあるけど、ね、間に合わないかもしれない。今爽やかからお届けしてますって中継つなぐ監督聞こえますかって監督だけ舞台上にいて一緒に行こうよ確かにかわいそうだよ。監督もじゃあ一緒に、はい、でも監督どうなんだろう、なんか、うん、ねどういうスケジュール感で動くのかも。確かにね、お仕事がね、監督こそ毎日アフレコだから、激務ですから、うん、いつもなんか見るたびにちょっとなんか死ぬのかもしれんってこの人くらいなんか忙しい、いろいろやってらっしゃるから方なので、ねえ、私たちと同じスケジュールで動けたら一緒に行きたいですね。いや本当にぜひぜひ、うん、ぜひぜひ、はい、ということで、はい、今度は煙鉄ホールで会いましょう。会いましょう。夢見る現実放送部特別編、うん、これまでのお相手は、うん、佐城渡役宮瀬直哉と夏川愛香役鈴本明穂でした。バイバーイ。既読のまま置いてけぼりのメッセージ。でもグループだと返信。
アイカ好きだ、付き合ってくれ。なんで？なんでって何？なんで？なんで？なんでさ、はい、募集してたんですかね。これには深い理由がありましてですね、はい、あの終わった後も届き続けていたらしいですよ。最終回が終わった後にもリスナーももうダメだ、付き合ってくれ今日じゃん、はい、どうすんの。ということで、はい、夢から覚める前のワタルは愛花に熱烈にアプローチをしていました、ね、そんなワタルのように愛花への愛の言葉を夢見るリスナーから募集、はい、その愛の言葉を愛花に判定してもらうコーナーです、はい、最終回千本ノックで終わったと思っていた皆様、うん、残念。いやもうあそこで完全納品したと思ってました。納品完了。納品は終わってたと思ってました。ダメです、修正がありますまだ。あーもう恐ろしい、はい、ということでこのコーナーは不滅です。フェニックス嫌すぎる。ということでじゃあ早速やりたいと思います、はい、今回はラジオネーム水日さんからいただきました。え、はい、ではいきます。はい。相方の拙者愛華殿を古の時代より陰で守り抜いてきた一族ゆえ、現世となった今でも愛華殿をお守りする気持ちは何一つ変わらないでござる。365日、家での食事中や入浴中、お休みの時間もお守りするでそろうで、あるからにして愛華殿付き合ってくれ。元の時代に帰りなさい。ありがとうございます。帰って元の、いや違う古の時代より代々守り継いで、代々継いでたのか。この人は現世です。現世かっていうことは何、元の時代の一族が滅びればいいこと。滅びればいいです。じゃあそんな JK 必須公文、じゃあ何、元の時代の一族が滅びて私なんていなくなっちゃえばいいんだ。今あなたのことも好きだって言ってくれる人もみんないなくなっちゃえばいいんだ。それで私が世界から隔離されて存在もなかったことにされて、もう一度なんでそんなペラペラ出てくる。JK 必須公文。JK 何なんのダメだった、入浴中と食事中、なんでそこピックアップしてんのって。無防備だからだよ。いやー、生物は食事をする瞬間に無防備になる。ちゃんと守るというね。そうだよ、あ確かに。そう、入浴中だって目つぶっちゃうかもしれない。じゃあめちゃくちゃ理にかなってはいるのか。そうだよ、ただいろいろな姿を見られるよね。まあそうだね、だってね、対象を見ないと守れないもんね。なんでちょっと、気持ち悪いの。宮瀬くんが読んだことによって敗北した感じはあります。俺だったらずっとオイシャンプーして。あれ、ねえ、ねえ、ちょっと落ちないんだけど。飲まれてる。じゃあ俺がお流してあげるよ。つって。ということで、特別編はこれにて終了です。今度は。今度は浜松で愛かえの愛を叫びましょうって書いてある。なんでそんなこと書いてあるの。バイ、台本に書いてあるの。決まりだよ、バイバイ。